そんな出会いがある。心躍る瞬間をショップチャンネル。8月17日お茶以降の時間です。今日は秋のトレンド丸分かりファッションでお楽しみいただけてますでしょうか。ここからは少し商品のご案内はお休みしてお茶以降をお楽しみください。実は本日の担当は私美咲とそして斉藤でお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。始めましたね、 なんかちょっと意外な2人でみたいな感じですけど、同じ髪型としてよろしくお願いします。ちょっと顔を見つめ合ってしまいましたけれども、はい、斉藤キャスト、はい、本日はですね、実は真夏のお茶碗グランプリを開催中でございます。そうなんですよ、はい、これ実はですね、ステッカーはもう投稿してくださった方皆様にプレゼントするんですけれども、はい、ベスト投稿者の方を私たちキャストが1名選ばせていただいて、このエコバッグをオリジナルのプレゼントさせていただきます。ちょっと明日まで、ね、読んで読まれた方にはこのステッカー、はい、プラスお茶碗の方にはグランプリの方にはレアですよ、お茶カラーで、ちょっと責任重大ですね、私たちね、ドキドキしますよねどうしましょうって感じですけど、ありがとうございます。小玉スイカぐらいなら入れそうですで、昨日箱さんがこの間言ってましたそうですね、ちょボーリングの玉とか小玉スイカとかちょっとこれもその辺が今日でも、ね、美咲はお茶カラーだからぴったりじゃないですか。あら、かわいいありがとうございます。でこれをちょっと1名の方選ばせていただきますので、はい、お待ちしていま いたします。でその気になる投稿のテーマなんです、はい、明日まではですね、はい、こちらもう字が怖いです ね背筋がゾクッとするような怖い体験を教えてください。いやもうね、ちょっとなんか連日いろいろで、この後ちょっとねお互いの怖い体験もご紹介できればと思います。暑いですからね今ね、ね、農業話も出てくるかもしれません、はい、さあそれでは早速ですね、はい、今週の皆様からの投稿ご紹介させていただきましょう。まずですねこの方です、はい、ゆり様からいただきました、ありがとうございま す、突然マンションの管理会社より電話がありまして、今月の家賃振り込みされてないようですがと連絡がありました。え、ちゃんと期日までに振り込みましたよって伝えながら振り込み用紙を確認したところ、振り込み人の欄に振り込み先の名前を入力し誤って振り込みしてました、かっこ汗。最終的に私の振り込みだと了承してくださったのですが、認めてもらえなかったらと思うとゾッとしました。というかお金にまつわることですからね、ちょっとね怖いプラスどうしようかありますし、ね、家賃って結構な金額だから。そうですよね、でもこういうなんかうっかりってものすごいありますよね。 ありますあります、ドキッとしますよね。ドキッとね、ゲスト様の名前間違えて呼んだ時とかあちゃんまそれで私ものけそっちゃいましたありますよ ね、読みがしかも一回、うん、間違ったのにもう一回間違えてしまって、もう番組が終わった後に平山本当に申し訳ないです本当は幸子さんじゃなくてゆき子様でみたいなねあります、ね、確認しないとゆり様、ね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、まずはねお茶以降ステッカーねもうプレゼントしますし、ありがとうございます、はい、じゃあ続いて私がこちらです、はい、お茶お茶背筋がゾクッとするような怖い体験を教えてください。あずき2号様いつもありがとうございます、ありがとうございます。もう怖い襖を見ると昔古い借家に住んでいた時の話です、はい、夜中にカサ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 という音で目が覚めました。ふと襖を見てみると大きな足高グモが地を食べていました。いやちょっとリアル美咲キャストの生おたけびが今一番ゾクッと私が恐ろしい生き物だとねしかもちょっとだけど斉藤さん待ってください。え、何グモが、まあ、あまり想像したくないんですが大きな足高グモ、足葉っぱ足高グモが、まあ、あんまり言われないですけど G ね、え、クモって G 食べるんですか。クモって多分肉食っていうかあれですよね、草食動物じゃないですよね、八本足の。そっか、だからクモか、クモ類それを G が、ね、を食べてたと。はあ、なんかちょっと今日ね照明が新しいから美咲キャストがなんかふわっと光が
また、ね、ちょいゾクゾクで、ね、でという感じで、あでもちょっとあんまお時間がなくて、ということで小豆二号様、ちょっとね動物系、あの虫系ね、ちょっと怖いですし、全部怖いです、ありがとうございます。ちょっと続いてまいりましょうか、はい、お茶、続いては九春到来様、大好きな斉藤さんと美咲さん同じ画面でお目にかかれるとは、ありがとうございます、ありがとうございます。1週間遅れの誕生日プレゼントです。お二人にもゾッとした経験があれば教えていただけたら嬉しいですと、ねえ、まずこんなことを言ってくださる方がいらっしゃるということにもう感謝でございます。ミサキキャストとご一緒、光栄でございます。こちらこそありがとうございます。じゃあちょっと、あ、じゃあちょっとお誕生日なので九春到来様にお誕生日おめでとうって言いましょうか。そうですね、九春到来様お誕生日おめでとうございます。コングラッチャレーション、ラブが届きましたね。ちょっと美咲さん、これゾッとした体験ありますか。私の会社に来る時間を1時間間違えていて、それを駅でもう会社からもうめちゃめちゃ電話かかってきてはぁーと思った時には、背筋というよりは胃袋がなんか逆さまになる、あーまあまあまあ、もう遅れたらどうしようみたいなことっていうのがありました。ものすごいわかりやすい、ものすごいわかりやすい、もう生放送ですから。そうなのですよ、もう走馬灯のようにね、もう平謝りする自分が、どうすんだとか、誰か変わるのかとか、もういろんなことをね、間に合いました、間に合いました。私ねギリメイクさんがめちゃめちゃ、うん、もう負けて5秒仕上げぐらいでもうバーってやってきて間に合うとふう、さすがね、いやいや、というちょっとねキャストあるある、同期がしております、独特話ありますが、さあでもうちょっとお時間があっという間でしたね、お茶まいました。ちょっと、まあ、もう3個しか読めてないけど、ね、今回は2つ、あ、これちょっとそれぞれ逆に選びづらいですが、はい、え、じゃあ、はい、じゃあ先いいですか、はい、どうぞ。私のお茶番グランプリは、はい、こちらでございます。あー、なんといっても、もう美咲キャストの足高くもが G を食べていて、ギャー、ありがとうございます。まあね、美咲キャストのおたけびとあずき二号様のこれダブル受賞って感じでつけます。いや、すまない、怖いでしょ、怖いよね、G でも嫌なのに雲が G を食べる、ごめんなさい何度も言って。じゃあそれでは、はい、お茶碗グランプリいよいよ選ばせていただきます。エコバッグをかけた熱い戦い、さあどちらだ。あー、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お二方にね、ゆり様本当に、あ、でもね、まだまだあのステッカー差し上げますので、そして明日実はなんか敗者復活戦が、はい、でも敗者復活戦ってことは明日の担当キャストが気になるところですが、明日ですね、私一人で参ります。あの斉藤キャストもよかったらまた、明日は高級日なもので申し訳ない。失礼しました。さあそして、はい、いよいよ、そうなんです、あの実はですね、来週の金曜日なんですけれども、はい、こちら、ビッグセール大阪が開催となります。そしてお茶、お茶行こうが参ります。公開生放送を行います。お茶行こう、もうこのね、しかも担当キャストが美咲キャスト大阪に参ります。素晴らしい、あの お越しください。はい、はい、でこれ実は何かというと、ですね、こちらのビッグセール大阪はこれ今月号のガイド誌にも載ってるんですけれども、はい、もう、最大 60% オフのラグジュアリーセールやアパレルおまとめ買いセールが盛りだくさん、はい、8月のガイド誌もご覧くださいね。あの先月のね、放送キャストがお邪魔しました、ビッグセールも大好評でしたし、であのなんかあのスタッフの中では、はい、お茶いこいつも投稿してくださる方がどんな方かなっていう小さい合図があったらいいななんていう話をしてまして、楽しい、でよかったら例えば緑のエコバッグとか、あ、緑のお洋服とか、ちょっとお茶カラー入ってるとありがたいなと申しておりましたので、ね、私もお茶カラーのなんか蝶ネクタイでもしていこうかしら。今日ですもうお茶カラーですからね。ということでこの後も2人で番組を続けてまいりますので、素敵な午後お過ごしください。夏のフィナーレもすぐそこ。今